どうも、クーニンです。本日はですね、弟を紹介したいと思います。弟と言っても私の弟ではございません。今日紹介するのはクーニンズメンバーの可愛い弟が助っ人として来てくれました。こちらです。今日何やら弟が来てるということなんですけど。そうなんですよ。どういう特徴を持った選手なんですか？一緒に野球やったことないですよ。めちゃくちゃ真面目な方だと思います。そうなの？はい。吉野部顔似てないね、二人。で、僕が母親になるんですよ、うん、で、これは母親でも父親でもなく母親のお父さんに似てる。どういうこと？お兄さんはどういうキャラですか、普段？まあ、家では、まあ、俺がっていう俺はそんな感じだよ。いや俺がやってんやん俺の言うこと聞けみたいな。お前そんな感じだよ。いやそんなことないですよ。ね、お兄さん、この前動画ではなんかエースの話した時に、いや自分なんかまだって言ってたのに、あ家では俺が家ではそんなキャラじゃないです、全然。この野郎自分がって言わない人の代表格、若林君、はい。まあ、この前もなんかメンバーと飲んだ時に、はい、これから若林が引っ張っていかないとなって諸先輩方に言われてる中、はい、なんて言いましたか？僕にはまだって言いました。全然違う。弟いるといいね、なんか。そうですね。すっ抜けちゃうね。いや、やめましょう。すっ抜けちゃうね、いろいろ。まあ、優しい時もあります。たまにっすよ、たまに。ごくまれにっす。お兄さんのことなんて呼んでるの？あ、大好きです優しいっす。そこはそういう感じだよね。そうっす。で、今日はですね、ちょっとサードで出てもらうと思うので、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。兄弟でプレーするのは初めてということで、中学校もクラブチーム違いますし、もう小学校5、6年から見たことなくて。サードの声聞きたいな。おい、サード声、サード声、ちっちゃなってさっきよりちっちゃなってOh, my God.
全然ダメでしたね。全然ダメ、まあ、1本ヒット打ったんですけど、まあ、自慢の足もいやスタート良かったんですけど、思った以上に足が遅くなったんです。お兄さんと一緒にプレーした感じはどうですか？そうですね、結構やりにくいっすね。やりづらいんや。弟が一緒にやった感じどうやったって聞いたら、はい、やりづらいって。いや、僕もやりづらいっすね。やりづらいの？いや、やりづらいっすよ。何がやりづらいの？心強いじゃないの逆に。え、だから僕はどんだけ野球うまいかよく知らなかったんで、今日もちょっと見て守備下手くそだなとか、バッティングこんなに打つんだとか、スタートまあまあいいじゃんとか、っていう感じのレベルですね。心強いまでいかないです。あ、そうなんや。はい、でも一緒にやりたいと思った。はい、一緒にやりたいと思った。一緒にやりたいと思った。いや、僕はどっちでもいいっすよ。何やそれ。冷たい兄貴っすね。冷たい兄貴はね。お兄さんとも野球やりたいってことやもんね。そうですね、結果そうなります。結果そうなります。失礼っすよ、こいつも。じゃあまた機会ありましたら、はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。兄貴の名前は早いやろ。まあ、思ったより早かった。え、でも、なんか少年野球の合宿あるじゃないですか、あるって言ったじゃないですか、うん、それで、なんか何人かと勝負した時に、うん、こいつ面だけかぶって自分、投げて、取ってたんですよ。しかもノーサインで。打てそう。まあ、打てそうですね。めっちゃ舐めてるじゃないですか。キリギリスとアリみたい、努力だって無駄じゃない、昔仲間変わらない、トラブル持ち込まない、上がるレベル気分はいつも I'm so high。 ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ、楽しいひととき噛み締めてる君の隣、クサあっても態度痛いけど立ちがいなければ一人じゃロンリー、毎週末レッツゲンパーリー、余韻に浸って向かってく月曜日。